Now,
にちは、ドットフォーです。実に3年ぶりの開催の、コンサートとなって、一時期はね、また中止になったらどうしようと思ってましたけど、無事に開催できて本当に嬉しく思ってます。こんなにたくさんの方に来ていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ドットフォーという名前なんですけど、4人いないんですよね。今年の4月ぐらいに3人の編成になって、で急遽曲を全部入れ替えて、このステージに臨んでるんですね。なので短い期間で本当に一生懸命練習してきましたので、それをお届けできたらいいなと思っております。すいません、ありがとうございます。でですね、最初の3曲はビートルズの初期の曲を3曲続けてお届けしました。次からちょっとそのビートルズの何て言うんですか、60年代後半の曲とかも含めながらちょっとやっていきたいと思います。Thank you.
はい、ありがとうございます。ドット4です。改めましてドット4です。Here Comes the Sun という曲と、This Boy という曲と、To Of Us という曲をちょっとコーラスがいっぱい入っているような曲をお届けしてみました。もう何でしょう、この親父バンドっていうところに私が初めて来たのがもう10年ぐらい前の話なんですね。で、当時私25歳ぐらいだったんですけど、親父バンドと一緒に年を取ってきまして、はい、35歳になりました。そもそもドット4っていうのはどういうメンツでいるかというと、ここでちょっとメンバー紹介を兼ねてやりたいと思うんですけど、じゃあベース西川雅人、東京都昭島市から来ました私の大学の先輩です。はい、でですね、何の先輩かと言いますと、私その大学の時合唱をやってまして、でその合唱部の先輩なんです。でそしたらたまたまビートルズ好きだって先輩だったわけですよ。めちゃくちゃ珍しいんですよこれ。お分かりいただけると思うんですけど、ビートルズが活躍してたっていうのはもう50、60年前じゃないですかね。だから全然現役じゃないんですけど、その時はそんな人にたまたま巡り合えて、たまたまベースが弾けたわけですよ。これバンドやらないわけないですよねというわけで、西川さんとのバンド組んでもう7年ぐらいですからやってます西川雅人ドラムです。ドラムの古川純子、先ほどね、フォークフルセダーズでもパーカッションを叩いておりまして、もう本当に大忙しなんですけど、どうやら今日2度目の20歳を迎えたということらしいです。はい、おめでとうございます。古川さんはファンの方がいらっしゃる、ありがとうございます古川さんとね、もう出会ってずいぶん長いんですけど、当時は全然別のバンドやってらっしゃって、でもドラムやってるバンドがなかったのでって言ってたんですよね、当時ね。で、せっかくだから一緒にやりましょうよって言って、なんやかんやもう8年ぐらい一緒にやっております。これからもよろしくお願いしますというわけで続きをやっていきたいと思います。